はい、都城オステオパシー治療院の海老原貴弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、フジモンとユッキーナの離婚からわかるメンタルヘルス、心の健康についてのお話になります。この動画をご覧いただくことで、離婚のもたらすメンタルヘルスへの影響、男女の違いがわかります。これは理学療法士とファスティングマイスターである私の知識と経験から話せる内容になります。で、このチャンネルではいつもはですね、健康、美容、ダイエットに必要な食事とか生活習慣の情報とか、なかなか治らない痛みとか症状を改善する方法とか、セルフケアを毎日お伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまずはチャンネル登録をお願いします。ということで、今回はですね、離婚についてなんですけども、ちょっと一風変わってですね、芸能人の方が離婚されたので、まあ、こういったその芸能人の方の情報も含めてですね、ちょっと健康に対して意識を向けてもらおうということで、今回はニュースを取り上げて、情報をお伝えしたいと思います。で、今回はですね、フジモンとユッキーナのニュースで見られましたか？フジモンこと藤本敏史さんとユッキーナこと木下ゆきなさんがですね、今日離婚したということで、あのニュースに上がったんですね。今日がその12月31日ですよね。ね、この芸能人の芸能界の中でも結構その仲のいいおしどり夫婦であるこのお二人がですね、離婚したということで、もう朝からねびっくりずっとしてるんですけども、美女と野獣ペアってね、結構応援してたんですよ。私もね、その顔がいい方ではないと思ってるので、こういったその美女と野獣ペアってすごく応援していたんですけれども、今回そういった離婚になってしまったんでね、とても残念な思いでした。まあ、しかしね、なんで年末なのかなって思うんですよね。12月31日でその記憶に残るような離婚がしたいのかなと思ったり、これもモニタリングなのかなと思ったりしたんですけども、まあ、来年からはね、心機一転一人ずつとして頑張りたいのかなという思いもあったんでしょうね。で、この夫婦です。このフジモンとユッキーナですけども、2019年の初めにはもう離婚は決定的だったそうですね。結構大きな喧嘩もあったそうですし、でもしかしその夫婦で CM の契約があったので離婚できない状況だったということです。ですからもうこの年末にですね、やっと離婚ができる状況になったんでしょうね。で、芸能人の離婚ってよく聞きますよね。でも芸能人だけではなくて、離婚する率は結構高くて、およそ3分の1の夫婦は離婚する確率があるんです。だから結構高い確率ですよね。その例えば自分も含めて、そのお友達とかもね、その3組カップルがいたら、そのうち1組はもう離婚するってことですからね。結構大変な確率なんです。で、離婚原因の1位は性格の不一致なんですね。性格の不一致って分かんないかなと思うんですけどね、分かんないんでしょうね。でもその原因の一つにはやっぱり、できちゃった婚はやっぱり大きな割合を占めてるとは思います。相手の性格がですね、よく分からないまま結婚してしまうので、できちゃった婚はね、ですから結構問題ではありますよね。やっぱりその同棲とかして、ある程度その性格が分かった状態で結婚するとかですね、あるいはその恋愛期間が、付き合っている期間が何年もあってね、ある程度性格が分かっていると、それほど結婚する、離婚する確率っていうのは下がってくるとは思うんですけども、できちゃった婚はね、やっぱり相手の性格がよく分からないまま結婚しちゃうので、そういったペアはよく離婚するのを聞きますね。で、これでもですね、離婚率って昔からすると減ってきてるんですよ。減ってきているけれども、それでも3分の1なんですよね。3分の1はもう結構長い間3分の1が続いています。で、できちゃった婚の件数はですね、全ての年齢で高くなっているんです。ですからこれも結構問題なんですよね。で、15歳から19歳の間では約8割の方ができちゃった婚で、そして20歳から24歳で6割、そして25歳から29歳で2割、30歳以上は1割と、若いほどできちゃった婚が多くて増えているんですね。で、特に20から24歳では5割からですね、6割へと増えてきているので、結構大きな問題になっています。で、離婚はですね、とても大きなストレスで、身内の死因に匹敵するぐらいのストレスになるそうなんですよ。ですから、とてつもない大きなストレスなんですよね。ですので、離婚がトラウマになったりとか、離婚することで精神的に弱ってしまって、うつ病になってしまう方もいらっしゃったりとか、仕事ができる状況ではなくなってしまって、仕事を退職する方もいらっしゃるんですよ。ですから、とてもダメージの大きい、とても大きいストレスなんですよね。ですから、離婚はできれば避けた方がいいものなんです。で、離婚に関してはメンタルヘルスに関する研究もあります。離婚とメンタルヘルスについて調査した結果ですね、次のようなことが分かりました。まず、夫婦ともに中卒である場合、中学校卒業である場合、もしくは夫が高卒で妻が中卒の場合に離婚率が高いんですよ。まあ、夫婦ともに中卒である場合はね、その収入面の問題もありますし、まあなんとなく分かるんですけども、夫が高卒で 妻が中卒の場合にもですね、離婚率が高いんですよね。ですからこの場合ね、妻が中卒であることが問題になるのかなとは思うんですけども、まあ、こういったデータが出ています。で、次に、男性は
離婚から3年間はですね、メンタルの悪化が見られたんですけども、結構長いですよね。3年間長いんですよ。で、女性はですね、離婚後1年で回復して、結婚継続している方よりもメンタルの向上が見られたことなんですね。これってすごいですよね。男性はね、そう、ものすごく引きずっちゃうんですよ。3年間メンタルの悪化が見られたんですよね。でも女性はね、1年間で回復しちゃうんですよ。これはね、すごいですよね。男性ばかり傷ついてるのかなって思いますけども、もともとね、その男性と女性の、その失恋に対するその引きずり方って違いがあって、男性は最初別れたりとか離婚したらね、最初はそんなに傷つかないんですけども、後からどん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 その心のダメージが増えてきちゃうんですよね。で、それに対して女性っていうのは最初恋愛のダメージが大きくて、その後どんどんその恋愛のダメージってなくなっていって、さっき言ったように離婚後とか別れた後ですね、1年でも回復しちゃって、もう次の、コードに移るとか気持ちの切り替えができるんですよね。まあ、この辺はおそらく男女のその性質の違いはありますね。で、そしてその調査の結果、さっきの研究の結果ですね、続きありまして、離婚した男性はですね、さまざまな活動量が低下する傾向があることに対して、女性はですね、離婚後でもさまざまな活動量が増加していたことがあるんです。だから男性はですね、そのずっとそのストレスを引きずってしまって、ダメージを引きずってしまって、いろんな活動に対してモチベーションが上がらない状態、まあ、強いストレスの状態ですよね。まあ、軽いうつの状態とも言えます。で、そういった状態が続いてしまって活動量が低下してしまう、もう外に出るのも億劫になってしまうような、仕事もなかなか手につかないような状態になってしまうという方が多かったのに対して、女性はそんなに活動量が低下しないんですよ。だからね、どんだけダメージ量にダメージの差に違いがあるんだっていう話ですよね。つまり離婚の及ぼす影響というのは男女で異なるんですね。ですから、ここから分かることは、女性が不満のある結婚生活を解消したためではないかと考えられています。ですから男性は特に要注意ですよね。女性はそんなにメンタル面ではダメージがないことが分かったんですけども、男性はひどいとですね、仕事も手につかずに鬱になる方も少なくないですので、ダメージが大きくて、でも離婚原因は男性にあることが多いので、結婚している間にお互いの不満はですね、できるだけ最初のうちに話し合っておいて、お互いにですね、歩み寄ることが非常に大事なことなんですよね。夫婦とはいえね、もともとは他人ですから、やっぱりそこは合わせるっていう作業をしないと、いきなりバッチリ性格完全に合いますって方はなかなか少ないんですよ。ですから、お互いのその好みとかね、どういったことに不満を持つかというのは早めに話しておいて、お互いにそこは歩み寄る、どっちかが合わせるっていう作業をしていかないと、やっぱり離婚につながりやすくなってしまいます。まあ、でもまずはですね、私はできちゃった婚がまず避けた方がいいんじゃないかなとは思いますね。できちゃった婚はやっぱりその性格がわからないまま結婚していることで離婚率めちゃくちゃ引き上げちゃいますので、もう私の周りでその離婚している方ってほとんどができちゃった婚の方ばっかりですからね。ですので、できちゃった婚はできるだけ避けるように、リスクを負わないようにしましょう。やっぱり離婚するっていうことはですね、あなただけではなくて、あなたのお子さんにも関わる大きな問題ですので、できるだけ離婚を防ぐっていうのはとても大事なことですよね。またもしも離婚してしまって、あるいは失恋してしまってメンタルが弱ってしまった方は、ファスティングがおすすめです。ファスティングはですね、腸内環境を改善することで幸せホルモンと呼ばれているセロトニンの産生を活発化しますので、プラス思考にポジティブになることができて、メンタルを強化することができるんです。ですから離婚や失恋した際にはぜひファスティングを行ってもらうことで、気持ちの切り替えができたりとか、次の恋愛に積極になったりとか、自分の魅力をアップしますので、離婚や失恋によるダメージをできるだけ軽減してくれることになります。で、もしもですね、その離婚も失恋もしたことないという方も、やっぱりファスティングがおすすめなんです。腸内環境が悪い状態だと、気持ちはどんどん沈んでしまって、ネガティブになってしまいますので、本来の自分は出せないんですよね。そんな状況だと自分の魅力も下がってしまいますので、今から恋愛したいとか、結婚したいという方もぜひファスティングを行うことをおすすめします。はい、今回は藤本ゆっきーなの離婚からわかる離婚がメンタルヘルスに及ぼす影響についてお伝えさせていただきました。今回ご紹介した方法をはじめとして、私はこのチャンネルでご紹介する方法はあなただけではなくて、あなたの大切な方を助けることになる大事な情報ですので、見ただけで終わらず実践して、そしてあなたの大切な方に教えてですね、一緒に健康になれるように努力するようにしましょう。もし私の治療院とかファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクを載せておきますので、そちらからホームページをご覧ください。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、見ただけで終わらず実践するために、どのように実践したいとか、実践した感想など、ぜひ今の気持ちをコメントに残しておいてください。
また LINE アットでは動画の更新情報を毎日お届けしているほか、ご相談やご質問などの無料相談、あるいはこのような動画が欲しいなというようなご要望などを受け付けておりますので、ぜひご登録ください。あとはですね、下のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。最新動画のお見逃しがないように、こちらのチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。